日本兵庫県神戸市中央区吹合町特密院。吹合町は、兵庫県神戸市中央区の町名。郵便番号は651-0058-9、吹合区北部の山岳地帯。市街化調整区域にして、文化環境保存区域であり、山間部に住宅が点在する。東は、北から順に、野田区の前や山町、岩屋、原田。南は、東から順に、 新千寺通、中島通、中尾町、熊内町、西は、神戸港地方、北は、北区の山田町下や上。住居表示未実施であり、小時名に木域谷、日里谷、新千寺山、西谷、上、春日野、中春日野、祖豪、東野、奥勝谷、熊山、滝寺山、古和谷、京野、寺家国、布引山、口縁工房、 奥縁工房、中串山、上城山、下城山、堀切、鉄砲塚など、神戸の地名改定版によれば、障子は古代以来、勢力を誇った滝正寺や中世の山城、滝山城にちなむという、四津山へ古代から歌に読まれた名称布引きの滝、幾田神社が祀られていたと伝えられる砂山が見られる。砂山の発掘調査では、 弥生時代中期の土器が発掘されたが、採終遺物よりも生活遺物が圧倒的に多く、高知性集落と言われる。明治32年、大技吹き合いのうち、区画整理が進んでいなかった新生田川伊藤に付けられた。その後平野部はすべて市街化し、新町名がついて、吹き合い町の指す範囲は山岳部のみとなった。平成17年国勢調査での世帯数260。 人口505、ち男性222人、女性283人。ありがとうございます。